いや、めっちゃ素敵でしたね。素敵。あ、夢か。あ、夢か。まがいつかさは？あれ？これは、あれ？ 36 日目？なんだ？ソロマスルート入る ソロマスルート ちょっと待ってくださいね。七崎ルートだけ見ていいっすか？サクッといっちゃいます。七崎ルート。娘可愛かったな。な、ロリコン？爽やかチャンネルさんはロリコンですか？さて、ちょっとね、あやつりさんイベントは全部無視して。どうしようかな。どうしようかな。ドーナツでか。ダメなんか。これ合ってるよな。あ、いや、すげえ、セリフが全部スキップされてく。これ一応昨日見ましたよね。これは、これで励ますんですよ。で、エンディングまで、ちゃいます。うわ、すげえ、めっちゃスキップされる。あー、これいじめなんすよ。あやつりさんのいじめっ子がこいつで、こいつをぶちのめすんですよね、今から。あ、これスキップ機能ついてるわ。で、ちょっとあやつりさんを無視して、全部7席いきます。ちょで。に向かった、オッケー。これ、ああ。これは、俺が保健室で寝てたら、七崎が看病しに来てくれて、なんかバブみを感じちゃったっていうシーンですね。いや、この七崎可愛かった。可愛かった。で、ここまでは多分いいんすよ。ここまではいい。このイベントはやったな。会話イベント行っとくか。自分のフィニッシャーでぶちのめしてくる。これ会話。会話は多分失敗してもいいんだよな。娯楽っしょ。あ、違ったわ。会話、これうまくいかせた方がいいんかな。一応やっとくか。あ、開示されてる。世間話だ。世間話して、好感度ハイにして、運動、娯楽、恋愛罰、エッチな話したらどっか行っちゃうんすよね。おしゃれっていけんのかな？いけたわ、おしゃれなんだ。マジか。奈良崎は髪の毛を結んだりしないの？うわぁ、髪の毛結んでる奈良崎めっちゃ見たい。絶対可愛い。いや、女の子ってさ、髪型を、いつもと違う髪型に変えてくる瞬間が、最もキュンときますよね。一番キュンとするシーン、ランキング1位。髪型を変える瞬間。で、次が、娯楽、行動は選択肢を。勉強の話ダメだよな。これどっちだろう。世間話言っとこう。オッケー、いけたー！最近一番幸せを感じたことって何？ことですね。水泳のタイほんムまのタイ何秒なんですが、ム。そおれでも努力が成果につなが。ー。よかったねー。あ、それはおめでとありがとうございます。う。照れてる。かわいい。オッケー。うまくいったわ。いきまーす。トライ！何しよっかな。あ、そうだ、七崎。七崎って、あ、今日って何か用事はあるの？今日ですか？うん、よかったらまた一緒に帰ろうと思ったんだけど。そうですね。いいですよ。来たー！いや、こういう放課後一緒に帰るデートとかマジでいいよな。うわー、いいな。今、大学行ってる人とかまだこういうの味わえますよ。高校生の人とかも見てたら。行きたいところもうですこういうのか？もう絶対やってください。
こんなん学生時代しか味わえませんよ。いやでも会社に入ったところでいけるか。愛してもいいんですか。職場恋愛すれば全然いけるわ。会社も社会人として働いてる方も会社から帰るときも一緒に帰ってください。絶対幸せです。気合が入ってますね。俺はもう人と一緒にやる仕事じゃなくなっちゃったんで、俺はもうそういう幸せは手に入らないから。会社で働いてる人とかはもう一緒に帰ってくれ、好きな人と。と思うんだけどな。あ、これゲームセンター前の続きだ。前もね、なんかゲームやって、それで前はボスの直前で死んじゃったんだよな。七崎のおっぱいが当たったのがめっちゃ気になって。よし、今日はいい調子だぞ。うん、バッチリだよ。狭いところで二人っきりになるのもだいぶ慣れてきたからな。あ、先輩、右からも来てますよ。だ、大丈夫だ。とは言ってもギュイーン。うわー、もうさ、一緒にゲームとか楽しんでくれる女子最高すぎ、最高すぎるわ。今の時代もエーペックスで、女がエーペックスを嫌う時代ですからね。なんかね、なんかランキングがあったんだよな。これをやってたら彼氏がこれをやってたらなえるものランキングみたいなのがあって、それの1位がエーペックスだったんですよね。なんだっけな、あの記事。1位エーペックス、なんだっけ、忘れちゃった。なんか とにかくエーペックスが上位に入ってたんですよね、彼氏がやってたら嫌なものランキングで。今そんな時代ですからね。そんな時代にこういう風に一緒にゲームを楽しんでくれる女性も素敵だと思います。あ、最終局面だ。なんかこれあれだったよな、前回はここで死んだんだよな確か。ほら、ラスボスが出てきたぞ。え、でもこんなの倒せるんですか。大丈夫だって、よーく見てろよ。はい。どうだ、いけんのか、いけんのか。2位ソロマス企画、まあ、ソロマス企画やってるような彼氏は嫌だろうな。だってずっとさ、ゲームしてるんだよ、100時間ぐらい、1週間くらいずっと連絡も取らず会うこともせず。これって彼女を一番作ってはいけない人間だよな。ん？なんこれ？ BGM がいい感じになってる。クリアしたんか？先輩、お疲れ様でした。なんだか本当にすごかったです。爽やかチャンネルさんは工業の高校生なんですか？工業高校って確かに男子しかいないよな。ゲームセンター、それマジ？爽やかチャンネルさん初めてで。そっか、そう言ってもらえると僕もすごく嬉しいよ。そうですか。うん。ところで、あそこの男子たち巨人化する彼氏も絶対嫌だよな。マジこんな彼氏最悪だよな、俺みたいなやつ。え、あれはギャラリーって言って僕のプレイを見に来たんだよ。ギャラリーできてて、クソ。こんな上手いんか、若井くん。ゲーム上手くてギャラリー作ってちょっと複雑っすね。かっこいいのかかっこ悪いのか複雑っすね。本当のところは薄暗いのを利用して、あのゲーム機の中でイチャつくカップルが多いからなんだよな。でもそんなこと言えないしな。あの、だとしたら移行にもギャラリーがいたりするんですか。あ、そうだな、いるかもしれないな。なるほど、そういうことなら移行がゲームセンターを好きな理由がわかります。水泳の大会などもそうなんですが、たくさんの人に応援してもらえたらやっぱり嬉しいですからね。なるほどギャラリーね。こうして七崎とゲームセンターに寄り道をした。OK、なんかいい感じでしたね。いい感じ。ちょ、七崎ルートを見たい。あやつりさんは、今回は大丈夫。七崎行かせてくれ。あっ、ごめん。踏んだ？お、OK、これでいいよ。これでいい。イクオが漁夫に見えて仕方ない。エーペックスに脳みそやられてる。ミャーにお土産ではないの？ミャーって言ってる。俺の前ではこの子ミャーって言うんですよ、自分のこと。みんなの前ではミャーってちゃんと言うのに。お、こういうところがめっちゃ可愛い。ミャーにお土産はないの？ごめんね、なかったの。寝る。38日目。
クリスマスイブが多分40日目か41日目かな。もうちょい。あと2、3日でクリスマスイブがやってくる。そこまでに7席ルート行けるように、7席の好感度上げていくか。ミャーには万馬券あげるよ。競馬、有馬記念やりました。有馬記念ってこの時期だよな、12月。競馬やりたいな、今度配信で。どうしよう。これいいかな、ドーナツでからかうやつ。まあ、行ってみるか。すげえ、スキップされる。これ、どのセーブデータでも反映されるんですね。一回全クリしたら、スキップできるようになってる。今のは、ドーナツを7席に見せびらかして、こう、目の前で、ダイエットのこと気にしてる7席の目の前で、こう、ドーナツを見せびらかして、ふっ、ふっ、って食べて、それを見て怒った7席が、その持ってた俺のドーナツを全部かっさらっていくっていうシーンでした、今のは。で、その俺ドーナツかっさらわれたから、そのさらに復讐をするために、まあ、後々ね、うどんでトラップを仕掛けるんですけど、一旦会話しかできないっぽい。放課後にね、ちょっと、楢崎に復讐しに行きます。その前に一回会話挟んでおきます。あのおもちゃありがとうございまおもしちた。ゃ？いや、おもちゃってもらった、すごおくもちゃって気に入っ聞てくまと、した。卑猥な単語、卑猥なものが頭に浮かぶ。俺ってほんと、なので。おもちゃ、おもちゃだよな。そっか、それじゃ早速。俺、欲しいべ取ったっけ？マジ？欲しいべ取ったっけ？いや、取ってなくね？まだ欲しいべ多分取ってないと思う。大丈夫。まだ取ってないよ。おしゃれとかいけんのかな？おしゃれ。いや、無理か。いや、まあ。娯楽？違った。やばい、これ5ターン目にあっちとアタックしたいんだよな。好感度をぶち上げていきたい。あ、ヒントある、今回。制限話。オッケー、これでミッドになって、このターンでハイに持って、ヒントある。このターンでハイに持っていけば、俺次のターンアタックいける。これ食べ物の話していいんだっけ？大丈夫だっけ？まあ、言っとくか。ヒントあるし。でけえ、このヒント。あれ、ダメか。行動でいっか。まあ、しゃあね。行動で。あ、またカッコつけが決まったな。よし、まあ。で、放課後、多分この選択が重要だと思うんすよね。あやつりさんの欲しいイベント拾ったっけ？多分拾ってないと思う。このルート、このセーブデータでは。大丈夫。で、だっけね。これとか。これはあれっすね。梅原のホームランボールを取りに行ったら、そこに楢崎がいて、楢崎と一緒にお昼ご飯を食べるっていう幸せな時間でした。はい。では次の日。放課後か？これで。これで放課後か？ OK。これ大事なんですよね。この選択肢、マジ大事。ドーナツを奪われた恨みを返すために罠を仕掛けるんですけど、うどんで。これちゃんと見るか。うどんのに、これなら間違いないなって言って、これ罠を仕掛けるんですよ。うどんを家庭科室に置いておくことによって、それに釣られた楢崎をバカにするっていう復讐をするんですけど、押すわ。で、これね、これスカートめくっちゃうと、バッドエンド入っちゃうんですよ。なんか、楢崎を傷つけてしまったって、俺が鬱になって学校行けなくなるルートなんですよ、これは。だからこれは避けて、これかな。これが一番いいんですよ。うどん。これやってあげると、大丈夫なんですよ。よき聞け。でよ、問題は。さて、そろそろ帰るか。で、多分これ次の日がターニングポイントなんですよね。楢崎ルート行くか、あやつりさんルート行くか。多分この日がターニングポイント。日々の積み重ね。OK。ありがとう。ありがとう。じゃあ次の日行きます。
これ寝ます。で、これ次の日ね、俺ここでいつもあやつじさんに星イベント発生してたから行ってたんすよね。あ、ここだと思うんですけど、多分。違ったかな？星イベントを踏まなければ、七崎ルート行くと思うんだよな。の嫌がらせの件はどうなったのかな？いや、これ触れずに行きます。時間進めます。もう一回時間進めます。もう一回時間進めます。あれ？七崎行けない。何もできなかった。さて、そろそろ帰るか。あれ、今回、あやすりさんの星ルートすら出てこない。え、これ、だってさ、ほら、このあやすりさんがまだ下にいるじゃん。七崎の下にいるじゃん。下にいるってことは、俺、星を拾った時に、このあやすりさんが1個上に上がったんですよ。七崎と同じ序列に上がったんですけど。これは、日々の積み重これどうなるんだ？クリスマスイブのイベントどうなるんだろう？どうなっちゃうの？エンディングちゃんと迎えられる？この日かな？ 40 日目。さあどうなんだ？七崎ルートいけんのかな？40日目ってクリスマスイブ前日だっけ？うん。これ前日っすね。クリスマスイブ前日。で、ここでどういう行動をするかなんですよ。七崎ルートを見たい。ちょっと待って。なんか、あやつりさんルートがあるな。これ無視で、無視します。もう一回無視します。いきます。七崎は、あ、来たー！強制ミート！いけんのか？七崎。いや、待って、スキップされてる。お、これ、先輩。あれ？七崎。今、来た！少しいいですか？来たんじゃない？これ。どうよ？はい、ちょっと。どうよ、これ。何のお話だ？先輩、ほら、来たー！来たー！あ、見れるぞ。七崎ルートが見れる。僕の？あ、実は今のところ何もないんだよね。そう。あやつじルートをね、拒んだそうから。でしたか。でもどうしてそんなことを？あ、いえ、創設祭のようなイベントって中学の頃にはなかったものなの。先輩はどうするのかなってちょっと気になってかわいい！何このかわいい生き物！はは、なるほどね。え。ほっぺ高くなってるし、かわいい。うん。おー、まがい。まがい、お前が誘え。女の子に言わせんな。お前が誘え。どうしたんだ？七崎がもじもじするなんて珍しいな。お、言わせんな。お前が言え。何か僕に言いたいことでもあるのか？先輩、でも可愛い。うん。なんですけど、あ？もしよかったら水泳部の屋台を手伝ってくれませんか？あ！僕が水泳部の屋台を？はい。デートじゃなくて。どうしよう。え？まあ、これいいでしょう。うん、いいよ。本当ですか？あ、どうせ予定もなかったんだ。僕でよければ手伝わせてもらうよ。はい。え、こっからね、多分、こう屋台手伝っていく中大丈夫でで、すよ。二人っきりに手なっ伝っていただいてて、もっていういい雰囲気になっていくんだよな、多分。手伝いから。はい。まあ、スタート地点はね、とりあえず。じゃあ、一緒に帰りな屋台のがら手伝い詳しね。い話をしてもいいですか？あ、一緒に帰ろうか。うん、もちろんだよ。ありがとうございます。待って、これ嫌な予感する。おい、嫌な予感する。おお。では、私はこのあ、辺りいや、で。まだ油断はでき。あ、うん。先輩、明日はよろしくお願いします。うん、確か17時半にテラスだったよな。わかった、僕に任せといてよ。期待しておきますね。うん、じゃあまたね。はい、失礼。明日はクリスマスパーティーで七崎と屋台をやるのか。あ、まさか僕がクリスマスを楽しみに思えるなんてな。うん、これも七崎のおかげだよな。あれ？あやつりさん見てなかった？あ
アヤジさん見てなかったな。OK。これで、七先いると見られるっしょ。どんなエンディングになるんでしょうか。エンディング曲変わんのかな。え、楽しみ。じゃあ、次の日、行っちゃいます。お、いや。ニーニーも明日のパーティー行くんだね。もちろん、行くよ。今しないようにね。いや、かわいい。こいつでいいんだよな、結局。結局、ミアがいればそれだけで幸せ。別に失敗してもいや。寝る。いや、ミアがいれば本当に幸せなんだよな。よし、行きますか。行きますか。クリスマスイブ。いや、でも甘神ってすごいゲームだな。楽しいわ。よし、行くぞ。行きます。きたー !17 時半か、時間ぴったりだな。七崎は、キョロキョロ。あれ、いないぞ。確かこの辺りでおでん屋さんの準備をしているはずなんだけど。先輩、こっちです。あ、え、あ、もうこ、声かわいい。声好きだわ、七崎の。ここだったのか。ええ、ちょうど準備をしていたところなので。あ、すごくいい匂いがしてるな。下ごしらえはしてあったので後ろにカーネルサンダースいない。後ろカーネルサンダースとサンタクロースがいるな。うん、これは美味しそうだな。なあ、長崎。ダメです。え、まだ僕は何も。いえ、先輩のことですから分かります。味見がしたいって言うつもりですよね。エスパーですか。ダメです。これは売り物なんですよ。ちょっとママみがあるんだよな、長崎って。俺のことを誓ってきたり、バブみを感じますね。塚原来た。邪魔すんなよお前。じゃあ本当にいいんですか。え、もちろん。ね、七崎。おお、優しいわ。いいっすか、食ったってつまみ食いして。それじゃあ早速。ああ、待って。え、食べる前に一つお願いしたいことがあるの。お願いですか。ええ、先輩には味見をする代わりに角材を探してほしいんです。角材どうしてそんなものを。実はこの屋台って古いものみたいで。いや、長女っていいっすよね。いいよな。他の食べ物なら。年下の女の子がしっかりしたところをたまに出してくるとキュンときますもんね。長女っていいっすよね。なるほど、まっすぐじゃないとお鍋からお汁が。ええ、そういうことよ。先輩の大好きなゲームみたいなものですね。え、どういうこと。そうだな、おでんが食べたかったら角材と交換だってことだな。できますか。うん、もちろんだよ、すぐに見つけてくるから。お願いね。私たちはそれ。うわ、この角材探しイベント。あ、はい、お願いします。いってらっしゃいです。いってらっしゃいです。毎朝言ってくれ俺に。仕事に行く俺に毎朝いってらっしゃいって言われて、七崎に。まあ、奈良崎と結婚したら幸せだろうな。毎日毎日がこの声で耳をとろけさせられて、で仕事から帰ってきたらギュッと抱きしめてくれるんですよ。はあ、幸せだな。いや、お話聞いてなかった。よし、行ってみるか。あ、俺無職だった。あ、無職だわ。そうだった、俺無職だった。いらっしゃいもクソもなかったわ。え、ここになら余った角材が予備として置いてあってもおかしくないぞ。お、早くも発見。この作業台ちゃんと釘が打ててないから角材が取れかかってるじゃないか。こんなところに置いてあるものなら誰も使わないだろうし、持って行っても大丈夫か。これ持ってって、いや、舞台の角材勝手に取ってるんだけど大丈夫。学校やっぱり簡単に外れたぞ。さて、それじゃあすぐに屋台に戻っておでんをごちそうに。ん、なんだか表が騒がしくなってきたぞ。あ、もしかするとステージで何か始まるのかもしれないな。よし、ちょっとだけステージの様子を見てから戻るとするか。さやかチャンネルさんのコメント笑うからやめてよ。じゃあとりあえず正面の方へ。お、あやぜさんじゃないか。では引き続きまして当イベントの実行委員長をご紹介いたします。あ、なるほど、クリスマス委員長なら。いや、待って、あやぜさん出てきた。ちょっと気まずいやつや。気まずい。うわ、気まずい、気まずい、います。皆様、本日は。うわ、これ七崎ルート行ってもこのスピーチ聞けるんですね。これ聞けるんか。
当校の創設者の掲げる本当だ57回、57回ってやっぱりほら本当に俳句を慈しめっていう裏メッセージ隠されてるっしょ。五七五にやたらこだわってきますね天神何なんだろうなこれ。本年も生徒主導型で工夫を凝らし、皆様のご期待に添えられるよう準備を行ってまいりました。まずは開催にあたり、え、今手に市役所様言ってた？あ、ちょっとルート変わってた。あれ？ああ、同じか。先輩？同じか。全く同じルートだった。あいつすげえわやっぱり。暗記してあれ読んでるんだ。すげえわ。あいつやるな。こんなところで危ないってるなら早く戻ってもらえませんか？いつもさっきのルートだったらここで現れたのはあやつりさんだったけど、このルートではちゃんと七崎なんですね。あ、もしかして僕が戻らないなから七崎も角材を。いえ、違います。私は買い出しに行くところなんです。買い出し、え、今頃になって。はい、実は先輩が角材を探しに出た後、塚原先輩に会いに来た森島先輩がちくわを全部つまみ食いしてしまって。森島先輩そういうところあるよな、ちくわをつまみ食い。はい、もともとちくわは少なめに注文していました。声かわいい。それで塚原さん、声マジでかわいい。私を頼まれたんです。この声ずっと聞いていたい。なんて声優さんなんだろう、後で調べてみよう。エンディングで流れるか声優誰なのか。よし、じゃあその買い出しは僕が行くから、七崎は先にこの角材を持って行ってよ。だって僕はお手伝いなんだから、そのくらいのことはしないとね。でもちくわだって量が量なら重くなるし、それならこっちの角材の方が軽いだろ。ではお願いします。ちくわも角材も変わらんだろ、入れとけん。やばいやつ、おてくさん。ありがとうございます。角材抜いたせいでステージ崩れて、あやつじシールとかと思った。はい、わかりました。怖すぎ、ブラックすぎ。そんなダークなゲームじゃないでしょ。あやつで死ぬルートとか怖すぎる。トラウマになるわゲームで。これだけ買えば足りるだろうな。あとはこれを七崎に届け。うわー、なんだあの巨大な黒い鍵は。どうして学校にあんなものが。まさか夢じゃないよな。くー、あ、痛いぞ。間違いない。これは夢じゃないよ。とにかく行ってみるしか。あ、今ほっぺたつねったんか。よし。はあ。ん？この物体がさっきの影の正体か。でもなんだか見覚えがあるような。なにこれ？なにこれ？